それ冗談よ。あ、やめろよ。ほらよ。あ、サンキューよ。うん、うまい。ひじき。だろ、たまんねえ。いいじゃねえかよ、別に。うん、どうしたんだよ、伊沢。もう飯食ったのか？いや、今日土曜日ってこと忘れててさ、給食があるつもりでな、飯代持ってこなかったんだ。参ったな、朝から何も食べてないや。なんだバカだな。早く行ってくれればいいのに。え？ほら。前の、お前。ん？ありがとう。誰が食えつった。俺匂い嗅がしてやっただけだよんで、今月中に絶対殺してやる。すみません、木下先輩いますか？これ食べてください、お弁当です。僕に？朝早く起きて作ったんです。先輩、練習頑張ってください。どうもありがとう。あ、それからこれ手紙です、読んでください。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、朝起きていきなり頭にリンゴの木が生えてたらどうする？しかもリンゴの木になった実がブドウだったりしたらどうする？ねえ、まいったな、どうしようこれ。もう昼済ましちゃったし。パッ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 、あれ木下じゃん、久しぶりだな。何してんのこんなところで。あ、待ち合わせ。な、何してるって？ああ、俺は見ての通りドライブだよ。いいな、木下くんはモテモテで。なんで特定の彼女作んないの？木下って好きな人いるの？そりゃいるよ。誰教えてよ。好きな人って一体誰なんだよ。まあ強いて言えば3年生の北条理恵さん。本当？まあね。北条理恵って言えば伊沢の大のお気に入りじゃねえか。え、嘘。そうかいそうかい、木下も北条さんのこと。お察しの通り俺も彼女にはいささかな。これは男と男の一騎打ちだな。俺は負けねえぞ。木下、相手は私じゃないわ。前のゴングを鳴らせ。男ならさっさと勝負しろ。よし、わかった。本物の男になってこい。しのぶのれ、ジュー。そら、木下、かかってこい。木下さん、頑張って。どうでもいいけど、その弁当、早く食べ終わってくんない？第1ラウンド、お前の負けだよ。おい、何すんだよ。勝つためには作戦練るんだよ。ふう、相当やる気あるみたいだな。早くしないと、あいつにリエさん取られちゃうよ。んなわけねえか。教官いますか？あら、あの教官は？さあね。せっかく教官にお弁当持ってきたのに。俺はお前のトレーナーとしてはっきり言わせてもらう。なんだよ、早く言えよ。木下とのこの勝負、100歩譲っても完全にお前の方が。うわ、やめてくれ。男は見てくれじゃない、中身で勝負だ。お前顔はもちろん、中身だって超ダサダサじゃねえかよ。佐藤さん、ご冗談を。ったく現実から逃げるな。
ダサ。しかしお前だって勝つチャンスがないわけじゃない。こういうの先手必勝だ。早く愛を告白した方に勝利の女神は微笑みかける。伊沢、ウサギとカメの話を知ってるだろう。ウサギとカメ。おお、お前はウサギだ。俺はウサギ。ウサギは昼寝してカメさんに抜かされちまったよ。ならば聞こう。もしウサギさんが眠らなかったらどうなる。眠らなかったら、眠らなかったら、そうだ伊沢、走って走って走りまくれ。来た、早速女神の登場だ。伊沢、お前の愛を全て告白するんだ。何か？あの、僕、私たち忙しいのよ。用事があるなら早く行ってよ。ちょ、ナノハに止まれ。せっかくのチャンスが、このバカ野郎が。おい、どういうつもりだ伊沢は。やっぱりダメだ。他の女なら何でもできるけど、いざ本命を前にすると俺やっぱりダメだ。そんな勇気持てないよ。仕方がない。気が遠くなるほど古典的な作戦でいくか。古典的な作戦？ついてこい伊沢。何するんだよ。わおお、嘘。本当よ、私見ちゃったんだから。へえ。ああ、おい、そこの彼女。おらたちとブレイクしない？ちょっとだけ付き合ってよ。残念でした。私これから着付け教室に行くの。ちょっとでいいからさ。でも10分くらいなら付き合ってもいいけど。言ってんじゃねえぞ。あ、乱暴はやめてください。だったらちょっとだけ付き合って。こら、お前ら何やってんだ。よしいいぞ伊沢、そのテンションだ。暴漢に襲われた彼女を助ける、こいつは古典的なやる口だけど最大の効果があるんだ。こら、やめろ。よしいいぞ。うわ、僕たち訳が分からずに連れてこられただけです。いやー、沢田君、もういいの、やめて。大丈夫か北条。私は平気。よかった。今度の大会頑張ってね。じゃあまたな。沢田君、まだ言うことがあんじゃないの。いい加減男らしくはっきりしなさいよ。アキコ。北条、俺お前が好きだ。
泣くんだよ。嬉しいの、嬉しいの。補助。これみんな付き合ってるの？まあね、やっぱ一人の彼女より大勢の方がいいよ。いいか、明日の放課後だからな、間違えるなよ。分かったよ。じゃあ飲み物とかは僕が持ってくるからね。よーし、バカやっとるか。そこがブロッコリーの偉いとこなんだ。もやしもやし。だからちくわの花が咲く頃に工場を仕込むといいらしいよ。さあ練習だ。そこへ。だだが。はい。それ。踊りにしょ。モレミオ。ビビンガ。あ、前の来てたの？いい天気だね、今日は。それいや、前の元気いいね、ほんと。ムッソリーニ。みんなして俺のこと無視してんな。一体どういうわけなんだ、伊沢。おっちゃ、伊沢はお前だ。ま、えのおことは、あおあくそじりゃ。一体何が起こったというのだ。確かにみんなにいろんな意地悪をした。だがそれは伊沢も同じはず。なぜ俺だけが、なぜ、なぜ。おい、何こんなとこでうずくまってんだよ。ぎょ、ぎょ、ぎょもじゃー。みんながね、起こしかとするんだ。この調子に。なに落ち込んでるかと思ったら、そんなことか。笑い事じゃないよ、まったく。ねえ、あいつらに何か言われてない？例えばこんなちっちゃい髪が回ってきたとかさ。そんなのないよ。でもさ、お前も結構周りを気にしてるんだな。仕方されて泣いちゃってるし、まるで女の子の仲良しグループだね。仕方された女の子がどうするか知ってるか？大抵ワンランク下のグループに入るんだよ。お前もそうしたら。ワンランク下？うわあ！誰がそんなダッセイことするか！ならば一人で生きていこうがマジだ！いいか姉ちゃん！俺は甘く見るんじゃねえぞ！俺は前のだ！あんなカスどもに嫌われようがどうってことねえんだよ！うわあ、やってけ！一体何やってんだよ！飛んで行ってあの子の街へ、グンギュンギュンギュンと飛んで行ってあの子の家へ、グンギュンギュンギュンと飛んで行ってあの子の部屋へ、グンギュンギュンギュンと飛んでくよあの子のとこへ。プロペラプロペラプロペラ、雨にも負けない、プロペラプロペラプロペラ、よく晴れた夜の空も、グンギュンギュンギュンと遠ざかってく僕の街が、グンギュンギュンギュンと線路走る電車が見える、バンバンババンと打ち合ってるマフィアが見える、泣いてる子供が見える。
はあ、うん、ダメな子。また吠えてしまったのね。本当はとっても弱いくせに。ごめんよ、僕の中の寂しがり。さあ、素直に謝っちゃいましょう。一緒に行ってあげるから。本当？ねえな。あ、強がりいた。いいじゃねえか、あんなバカどもに嫌われようが。なんたってお前は一人でも生きていける強い狼なんだぞ。狼？嫌われたわけだって力ずくで聞けばいいじゃねえか。そうだな。ダメよ、あなたは強がりいたに騙されてるの。自分で分かってるはずよ。本当は寂しがり屋で一人でなんか生きていけないことを。バカ野郎、丸腰は世の中生きていけねえんだよ。されちゃダメ。バシッと一発決めてやろうぜ。やけになっちゃダメよ。キャン。いいぞ、そんなやつ食っちまえ。さあ行こうぜ。よう、小僧、何がどうなってんのか話してみろ。さもないと。なら吐くんだな。そうか、どうしても吐かない気だな。いやかましい募集だ。前のに襲われた。まずいな、あいつ感づいちゃったかな。明日のこと言ってないだろうな。えらいよ、よく頑張ったね。お尻ちゃんと拭いてきた？よし、みんなも気をつけろよ。田中を見習って絶対に口を割るな。わかってるって。明日のことが知れたら、せっかくの楽しい計画が台無しだからな。明日のこと、楽しい計画。明日土曜日だ。なんだ楽しい計画って一体。まさかおこじゃ亭の10周年記念イカ焼きそば無料食い放題に招待されたとか。え、待てよ、もしかしてひもかわ三丁目のランジェリーパブでネグリジパーティーがあるんでは。許せん。よし、あいつら殴ってでも明日のことを聞き出すんだ。そしてその楽しい計画をぶっ潰してやるんだ。計画が台無しになっちゃうじゃない。だから何の計画か聞きに行くんだよ。わからず屋さん、明日が一体何の日か忘れたの。うるせえ、腰抜けに行くんでな。明日、そうよ、あなたにとって大切な日よ。明日は昨日の明後日で、文化の日ではなく、うなぎの日でもなく、そうだったのか。みんな俺のために。ぐんぐんぐぐんと飛んでいって、あの子の街へ。ぐんぐんぐぐんと飛んでいって、あの子の家へ。ぐんぐんぐぐんと飛んでいって、あの子の部屋へ。ぐんぐんぐぐんと飛んでいくよ、あの子のとこへ。プロペラプロペラプロペラ、風にも負けない。さあさあ、うまいうまい、その調子。私たちも一緒にお祝いしましょうね。しょうがね、付き合ってやるが。また強がっちゃって。別に。いい？何も知らなかったってふりしなきゃダメよ。王座。
大丈夫？落ち着けよ。分かってる。おーす！あ、前の、最近冷たくして悪かったな。実はさ、いよいよね。さあ来い。実はさ、今日俺ら5人と女子テニス部5人で遊園地に行く計画だったんだ。約束した時にちょうどお前がいなくてさ、気を悪くしないでくれよ。ああ、それがいきなり練習試合が入ったなんて脱がしてドタキャンしやがってよ。ごめんね。俺の誕生日おめでとう。そう、はっきり言うと麻薬のようなスポーツ。一歩足を踏み入れれば愛さずにはいられない魔性の機運。かのアドルフ・ヒトラーと文豪川端康成が試合をしたという史実も残っている。雪国ドルス水の踊り子。ハンバーグウィンドヘイル・フランクル・ダイレクトル・ザルクラス。ヒトラーは負けを認めることのできない性格で、第二次世界大戦もそれが原因で起こったという。はあ、バカバカし。はあ、やってらんない。さあ、練習しろ。おい、やるか。おい、そっちだ。うわあ、私の講義はまだ終わっていない。もう聞きたくないんだよ。勝手に喋ってれば。うわあ、わかった、聞くよ。強引な性格しやがって。にゃっほん。エジス、シーザー、バッハ、卓球を愛した数々の偉人、その中で卓球が最も下手だったのはナポレオン。彼は超がつくほど卓球が下手だった。なぜかというと、チビだったからな。チビだったからな。チビだったからな。チビだからって卓球が下手だとは限らないよ。いいよ、チビは卓球もセックスも下手だ。これは物理の法則にも等しい事実である。あ、田中くん。大丈夫かね、コウタくん。おお、柴崎、どうだ、元気にやっとるか。誰だその子。柴崎、隠し子を部室に連れてくるとはいい根性じゃねえか。バカなこと言ってんじゃない。この子はわしの卓球仲間の息子、竹中光太くんだ。ちょっと訳ありでな、わしが1週間預かることになったんだ。みんな仲良くしてね。光太くんは何年生なのかな。へえ、小1か。ずいぶん背が大きいんだね。これこれ、木下、小学校じゃなくて中学の1年だ。うわ、俺たちの一つ下かよ。ブリキの太鼓でも持ってんじゃねえの。あらら、どういうことだ。こいつら知り合いなのか。いや、きっと何かお互いに通じるものがあるんだろう。つーどっ、うわっ、あがる。これぐらいでへこたれるんじゃねえ。まだ判定はイーブンだぞ。ビバー、アキサ、もっと足を使うんだ。今のはかなりの手応えがあったみたいだぞ。ところで一つ確かめたいんだが、君卓球下手だね。前の失礼なこと言っちゃいかん。コウタ君の卓球の腕前はお前なんぞ足元にも及ばんよ。そんなわけはない。チビは卓球が下手なのだ。それは歴史が証明していることなんだぞ。
コウタ君は中部地区でも5本の指に入るほどの卓球名人なんだよ。本当？すっごい。武田、どうだい？お手合わせ願っちゃ。面白そうだな。はあ。武田、手抜くなよ。コウタ君、本気でやっていいからね。よろしくお願いします。それじゃ行くよ、コウタ君。あ、もう、参った、全然叶わないや。うわー、すごいよ。小さくってもすごいパワーだね。どうだ、わしの言った通りだっただろう。コウタ君なら騎士中の渋谷にだって楽勝だよ。普段はどんな練習してるんだい。おい、チビは卓球が下手なはずじゃないのか。うるかまぬ、あらゆる法則には例外がつきものだということ知らんのか。この子はあくまで例外的に優秀なチビなのだ。なるほど、どっかのおチビさんとは大違いってわけだ。そうそう。よし、これから外れんだけど一緒にやろうよ。うん、行こう行こう。よし、最後行こう。ほら、コウタ君、こっちこっち。教官、どこ行くんですか。おう、外でマラソンだったよ。私も一緒に行きます。女子運動部員のマスコットというよりペットだからな。ほんとぷよぷよ。え、どうしたの。あ、向こうの方が超かわいい。ねえ、お人形さんみたい。ねえねえ、名前なんていうの。気に入らねえ。まあ、それじゃあコース1周から始める。コウタ君がタイムを測ってくれるから、みんなスタート位置について。コウタ君、頼んだよ。あ、よし、行くぞ。いい気になるなよチビ、俺の実力を見せてやるぜ。ああ。教官頑張れ。よーい、スタート。うわおい、田中、飛ばしすぎだぞ。も一番タフなんだ。すっごく男らしいわ。サボってんじゃねえぞチビ。コウタ君、頑張ろう。やっと来たか。やっぱり最初に飛ばしすぎたんだよな。田中君、もう少しだからね。頑張って。田中君、ファイト。もうちょい、もうちょい。ゴール。よし、よくやった。こいつらやっぱりこういう関係だったのね。さっきはごめんね、コウタ君。いいんだよ、そんなこと。
して2人は心を開き合い、田中は自分の知っている全てを浩太君に教えた。とってあまりにも楽しく短すぎる1週間だった。一週間遊んでくれてありがとう。また絶対来るから。これ僕の宝物だけど、コータ君にあげる。ありがとう。コータ君、いい友達ができたね。はい、柴崎で。柴崎さん、あんたうちの子に何したんだ。コウタがおかしくなってるぞ。トゥーン、トゥーンって。トゥーン、トゥーン。教官たち、練習励んでるかな。なわけねえだろ。みんな怠けてる？うわっ！なんじゃこりゃ。木下さんまで一体どうしたんですか？ガビガビマンチャー！触るな！マンダラ王国の天才芸術家ミッケランジェロ・ロダン先生がそうおっしゃっております。相変わらずアホやってるよ。もうでも見方によってはなかなか可愛いですね。あっ、もしかしてあれは？武田！何やってんだよお前まで。しっかりしろ武田。お前ら武田何したんだよ。やっちゃらクリチャーリス。はい先生。もんじゃチーチー。ミロのヴィーナス像のイメージは京子くんしかいない。先生はそうのたまっております。ハッテーグッテーグ。はい先生。なんだよ。そら、何すんだよこの野郎。天才芸術家に見られた京子くんは幸せ者だと先生は言っておりますぞ。どうだ、芸術作品になった気分は？気持ち悪っ。芸術を愚弄した女め、この恨み晴らさでおかようかと先生はのたまっております。揃ったが完璧だ。医者の身元は？こちらも完璧。好きな食べ物まで知ってるよ。いよいよ明日だな。ああ、手抜かりは絶対許されない。明朝7時、例の場所に集合だ。1年も待ったんだぜ。何が何でも成功させてみせる。今年は本場中国で気功法をマスターしたというとても偉い先生が来てくれることになりました。くれぐれも失礼のないように。それじゃあみんな先生の指示に従って速やかに行動するように。以上です。おい武田、ちょっとちょっと、
なんだよ木下。大変だ、今日伊沢と前の休みなんだって。へえ。へえっておかしいと思わないのか。こんなイベントの日をあいつらが見過ごすはずないだろ。考えすぎだよ、人に知られたくない病気でもあるんじゃないの。何か。変態痴漢取締り実施中です。免許証を拝見。校長、お医者様遅すぎますね。うーん、初めてだから道に迷ってんのかな。おお、来た来た。あれかな。そーい、車の運転って結構難しいもんだな。太田先生ですね。お待ちしておりました。大丈夫ですか。どうもどうも、遅れてすまん、太田です。助手の近藤ひろ子です。先生のような偉いお方においでいただいて誠に光栄です。さあ、動く、あなたは去年盲腸になり、麻酔したにもかかわらず手術ずっと勃起していたため、看護婦さんの間から不死鳥などと呼ばれてましたね。なぜそれを。それぐらいのこと、先生にとっては浅見姉妹の盆儲け。中国4000年の歴史、気候法を完全にマスターした彼に治せない病気などあります。いや、素晴らしい。私にお手伝いできることがあれば何なりと。ああ、いや、助手がいるので結構だ。早速診察に取り掛かるとし。はは、よろしくお願いいたします。やったぜ、うまくいった。それでは太田先生、女子職員から始めさせていただきます。ああ、くれぐれも男子生徒の覗きがないよう注意してくれ。はい、バッチし監視をつけておきますのでよろしくお願いいたします。完璧すぎる。高い金払って特殊ウィークした甲斐があったな。その元を取るためにもバッチし取らせてもらわにゃならん。よし、オッケーだ。失礼します。それじゃ先生、お願いします。では上着を脱いで。はい。くそだ、脱げ。どうぞ。何ですかそれは。は？はあ、じゃない。中国4000年のこの太田を舐めとんのか、バカな。先生、おいら、おいら。あの先生、検診を。わかった。健康と。ございました。こちらこそ。さあ次は誰から。お願いします。健康と。はい、次健康、次健康、はい、健康。次は男子職員です。よろしくお願いします。乳輪でかすぎ。乳輪でかすぎと。なんすかそれ。意味ない。次。小心者、それとガン。小心者、ガン。最悪。ガン。むさ苦しい。みんな一緒に並べ。全員健康。次の方どうぞ。3年1組入ります。お願いします。はい、脱いで。わあ、校長先輩、伊沢の大好きな。泣いている。あの伊沢が泣いている。わかるぞ伊沢、その美しい涙の訳が。よし。
首が立った。ありがとう、前の。こうして彼らはやぶいしゃぶりを発揮していった。あらまあ、そうは先輩胸ないな。金子先輩すごすぎ。ピラミッド、おお、シガップ、おお、うん、なんかもうおっぱいなんか見たくないな。ゲップ出そうだ。先生、あと少しの辛抱ですよ。次は2年生ですから。2年男子です、お願いします。はいよ。ああ、男子脱がんでよろしい。はい、以上なし。次、はい、健康。はい、とにかくグッド。はい、グッド。はい、はい、はい。次も、その次も、その次も、全部健康。みんな先生、ちゃんと見てくれなくちゃ困りますよ。ほら、早く。ドリアン・グレイの肖像の気あり。つまり、変態先生、期末。若ハゲ処置も。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だってタゲだ、折れたよ、折れ、わかるか。あ、お前何やってんだ。ここで正体がバレたら速攻で卓球部廃部にされるぞ。よく考えろ。はい、健康。でもちょっと短期かな。ついでにバカも付け加えましょう。たく、筋金入りのスケベだな、あいつら。まもなく2年生女子の検診が始まります。保健室の前へ集合しなさい。女生徒全員のおっぱい見れるなんて、女生徒全員のおっぱい見れるなんて、ん、女生徒全員の、しまった。この辺がバッチシだ。テープも新しいのに取り替えたぜ。よし、抜かりないな。いよいよ待ちに待った時が来た。いました。